サッカー系のユーチューバーとして大日印者見たくなってますが、いきなり LINE の友達を得たいと思いました。しました。それはないけど、あの、インスタのね、DM がちょっとモテすぎて困りますね。大体 DM で僕が考えた日本代表のスタメン見てくださいとか、僕が一番いいと思うバルセロナの、うん、両ウィングはこれなんですけどどうですかとかね。ちょっとそういうなんかちょっとエロい感じの DM が多くて、ちょっと困っちゃってますね。 あと、明日球技大会なんですけど、一番いいフォーメーション教えてくださいとかね。うん、バスケ部と野球部の混合チームなんですけど、サッカー部に勝つ方法はありますかみたいなね。そういうエロい DM ばっかりで困っちゃうんですね。なんでもう強い風が吹いてほしいですって返しますけどね、うん。あとあの、あれびっくりしたね。例えば、あ、両者だとか言,言われちゃうじゃん。で、 その、いや、呼び捨ててって最初の頃は思ってないけど、今全く思わなくなったきっかけの事件があって、それ何かっていうと、で、いとこのお姉ちゃんのお子さんがいて、多分赤ちゃんの頃しか会ったことないんだよね。で、その子が僕の誕生日に、ショートメッセージみたいなのをお母さんの携帯で送ってくれたんですよ。で、それは嬉しいじゃん。したら、レオ君、おめでとうみたいな。うん。で、その時に、 全然会ってないんだけど、バンォーレ甲府は今年どうなりますかみたいなとか、なんか結構すげえフランクなノリだったの。で、え、お、一回、ちっちゃい頃絶対物心ついてない時しか会ったことないおじさんにこんなフランクになるんだって思うじゃん。でもそれって、今言われてる現象で、YouTuber とかいつも顔見てるから、それによってあっちからはすげえ近いと。 でも、こっちはいつも会ってないから、いやの、いきなりみたいになるけど、実際そうやってめっちゃ見てるから、そういうふうに仲良くなる錯覚現象だ、みたいな。それ聞いて、なんかこう、街中で、りそわってなってると、最初の頃は多分、いや、んつけろよ、とか思ったかもしれないけど、今は、ありがとうって思いながら素通りするね。<laughs> 手は振らないんだけどあ、ありがとうって思いながら昔はあれでしたね。女の子といる時に声かけてくれたファンの人に、本当に心の中で感謝しましたね。うん。 ありがとう今のおかげでステータス上がりましたみたいな。へ <laughs> ぇ、えー、有名な人なんだみたいに思わせてくれてありがとうございますみたいな。<laughs> 今女性といるときは基本嫁なんで、うん。嫁にかっこつけたいみたいなのも、ね、そういう、なんか見えみたいなのはないですからね。昨日、なんか、ジェイソン・アンリ君が、その逆じゃないですか。めちゃくちゃ、フィジカル的な優位性がある子。DM で、アンリーですみたいな。あの、 レオさんの動画見てて、いろいろ聞きたいことあって、あの、連絡しました。ダメですかみたいな。来 <laughs> て。それで、ああ、全然いいよ、みたいな。いいですよ、みたいな。うん、でちょうど見たとき暇だったから、今から数分でもいいのって言ったら、ちょっと今から練習なんで、後日何日かみたいな。何日とか大丈夫ですかみたいな感じで、それが昨日の夜だったんです。でちょうど18個したのかな ?17 個したとか。それでもやっぱりいきなりね、 なんか上から行ってるみたいな感じだとあれだから、敬語で行こうと思って。で、そしたら、ジャスみたいな感じで来てくれて。レオザさん、ちょっといろいろ教えてもらっていいですかみたいな。なんかすごいの。いや、まじいろいろ聞きたいっすよ、みたいな。<laughs> いや、ほんとこの話し方だから、ねあ。でも、自然とため口になっちゃってああ。あ、そうなんだ、みたいな。いや、まじあの、キリルきで言ってたことはあれ、まじそうっすわ、みたいな。レオさん言うと、ね、ほんと声大事っすね、みたいな。 もう本当、声出すようにしてるんすよ,んすよみたいな。う <laughs> 嬉しいね、ありがとうねっていう話で。それで、サッカー IQ みたいなのあげたいんすよね、みたいな。<laughs> いや、本当にあの、俺、あの、ヒップホップやって、ラップ作ってたりとか、そういう現場行ってるじゃないですか。だから、本当、ヒップホップ界の後輩と話してる感じを思い出したんです。<laughs> エース君が後輩だったらこんな感じなんだろう、ね、みたいな感じで。 でいやーポーションとか難しいっすよねみたいな言われてそう、いい方法ないっすかねみたいな言われてあの。じゃあ、今だとどういう風に立ち去ってんのみたいな。こういう風に立ってますみたいな。あ、うううああそれも全然間違ってないよ、ね。で、できるだけたくさんのパスがつながる場所に立つっていうのが一番いいよ、みたいな。 サイドバックに渡せる、センターバックにも戻せる、キーパーにも戻せる、ボランチにもつけれる、フォワードにも縦パスつけれる、逆サイドにも触れる、みたいな。これがまあ一番理想的じゃんって、いつもそんないっぱいあるわけじゃないけど、みたいな。ああ、確かにみたいな。マジそうっすね。みたいな。一番困ってることってそれって言ったら、ああ、他にもあるんすよね。みたいな言って。えー、じゃあ、えー、どういうことって言って。いや、それが、みたいな。言語化とかマジに苦手なんすよ。みたいな。いや、全然、あの、自分が思ってる感覚で言ってもらっていいよ、みたいな。 たらいやー、やっぱあれっすかね、ちょっとボール失っちゃったりとかするとききついっすかねみたいな。あーだよねーっつって。で、その時に、あ、俺の動画見てくれてんだったらさ、つって、ああつって。あの、生体のやつとか見たつって。あの、生体理論のやつとか。あ、あれマジ神っすって言って。<laughs> あれマジパナイスさ。あれマジ楽になりました。みたいな。あれマジ生体もっと早く知ってかったっすわ。みたいな。 <laughs> あのセンターバックなドリブル早く運んじゃいけないからさってゆっくり運んでるって聞いたら「いや早く運んでます」って言って「<laughs> いやなんで早く運んでるんだよ」え早く運んじゃダメなんすか?」みたいな「<laughs> いやだって早く運ぶとさロングキック蹴れなくない確かに」<laughs> 早く運ぶとボールー足から離れるからパス2択3択のところが1個しか出せなくなって相手そこでさもう読んでてパスカットしないみたいな。 言ったら、うわ、それマジよくされるっすわ、みたいな。そう、だからゆっくり運ばなきゃいけないの、みたいな感じで話して。あと何やったろな、え、誰を手本にすればいいっすか、みたいな。それで、あ、誰だろうな、つって。あ、だったら先輩の冨安すごいよ、って。冨安はもうレベチよ、つって、世界的に。やっぱそうなんすか、って言って。<laughs> そうそうそう。やっぱ代表で会った時もそうだったっいや、もうビビって話しかけられないっす。<laughs> すごすぎて挨拶しかできなかったっす。<laughs> だよねいやもうあの,あの先輩のことはもうずっと見た方がいいって言って。全部素晴らしいからっつって。基本。うん。全部吸収して今もうガンガン上上がっていこうと思うんで、みたいな。もういろいろ教えてもらわなきゃいけないこといっぱいあると思うんだよ、みたいな。すごい謙虚な子でいいな、みたいな。そうそうそう。いや、俺あのレオさんが言ってたって、あのポグバのあの理論好きなんさ、あのフィジカル保険にする、みたいな。俺もフィジカル保険にしたい。 今メインなんで <laughs> <laughs> あ。そっか、確かにそういうイメージある。<laughs> でも俺、本当はパスと上なんすよっっ <laughs> あ、そうなんす。もう結構パスいけるんす。<laughs> あごめんね、そこはあんまり言えてなくてみたいな。<laughs> あのんく君が、ね、どんどん上行ったら俺も嬉しいからさ、みたいな。<laughs> いや、俺がもうレオさん引き上げます <laughs> ありがとう。<laughs> 引き上げてくれんだと思って。 電話いつもできるわけじゃないけど、別にメッセージでちょっと相談返すぐらいだったら、時間見つけてできるから、みたいな。嫌われない程度に送りますって言ってた。<laughs> その気遣いのところ、めちゃくちゃ可愛いいなと思って、ね。